こんにちは、ブルーホースです。今日もテトロとやってまいりましょう。ねえ。あれ、またここに戻ってきてますね。雨が降りしきる中。あれ、傘。いや、傘持ってんだったら傘差そうぜ。傘、ロー差し方がわからない。Amanda! またアマンダか。このシーンか。ねえ、もう嫌になっちゃいますよね。これ収録してる日がね、雨が土砂降りなんですけど、多分これ投稿する日も雨土砂降りなんじゃないかなって思うんだよね。ところで、俺の遺体って増えてる？大丈夫？僕じゃないさ、あれです。コナーの遺体が増えてるかどうかってところですね。これは触ったら、左手じゃない？なんかできたっけ？前も同じ反応じゃなかった？ねえ。墓石がどっかにあったはずだよね。まあ、いっか。てか、傘差そうぜ。まあ、雨に濡れたところでアンドロイドはあんま関係ないのかもしれないですけど、アマンダは前の場所にはいない。ほう。探さなきゃ。アマンダ、サマンスじゃない。アマンダ見つけなきゃ。ね、本当にもう、なんか、いろいろ、なんか、ね、お盆期間中ありすぎて、本当に大変だったな、アマンダいた。あれ？墓石なかったっけ、あっちの方に。まあ、いっか。多分、三代目コナーで十分だからって言っても取り除いてもらったんだろうね。ありがたいありがたい。そうなんだよね。ほんと、お盆期間中いろんなことありましたよね。広島県がね、レベル5になったりとか。勝手に入る。あ、墓石、奥にあったね。中立。少し歩きましょう。なるほど。アマンダのために傘を持ってきてたんだね。てか、アマンダ傘させよう。あれ、アマンダもしかして、いや、違うよね。この人は人間だよね。あやい傘。どの変態？カーラか。ああ、やっぱりカーラだね。うわ！間違いを認める。そうだね。あら、素直に認めるだなんて珍しいじゃないって。おお、ちょっと評価上がってるんじゃない、この勝負。あ、しまった。じゃあ壁の、はい、しまった。鍵が全然解除できてなかったね。しまった。 RA9 っていうのが何かって気になるな。他には鳥。違う、間違えた。あれはカールじゃなくて、あっちか。ハンクの方のやつか。しまった。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃドヤ顔でカーラやって。まあ、カーラも逃がすし、あっちのその鳥の変異体も逃がすし、あれだね。警部補との関係は、ハンク、あっち、間違えた。まあ、そりゃそうだよね。コナーって自分自身のことだけどね。いや、でも、まあ、苦労は、でもどうなんだろうな。他にはまた X と間違えちゃったよ。あれ、何？あれ、どういうこと？あ、なるほど。今はそのアンドロイドの変異体が出てくることに対して、隠蔽してるわけじゃないけど、まだそんな人間がみんなこう認識するほど広がっているような大きい事件ではないってことなんだね。はい、何でしょう？新しい事件です。傘さしてこうぜ。べちょべちょやろ。とか、でかいな。これ何センチあるんだろうな。120センチくらいありそうじゃない？なんかね。無風の雨だったら一切こう濡れなくて済みそうな感じの。でか。また事件か。はぁ、しんどいぞと。お盆休みでね、ちょっとね。実家の方に帰省をねしてたんですけどね。あ、友情になってる。そう。ちょっとね、車をね、往復で2時間半。まあまあ、休憩時間とか入れたらね、3時間、4時間車ちょっとぶっ飛ばしてましたから、だいぶ疲れたな。まあ、おかげさまでね、美味しいご飯とね、まあ、それから、じいじとばあばにね、初孫をね、合わせた。ハンク？え、ちょ、待って。
やばいじゃん。急げ急げ急げ。おおーいずスモー。I'm your friend. スモーや。スモー。I know your name. おうおうおう。I'm here to save your owner. めっちゃ物分かり。ご主人が倒れてるのにドッグフード。ちょっと待って。でもどうせこれアル中だろう。まさかし、でも血は出てないから大丈夫だよね。分析あれ、あったあったあった。ブラックニッカのあれだろうね、多分ね。ブラックラムって、ブラックニッカの、ちょっと待って。リボルバー残り一発。いや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 、なんか顎についてる。あ、さっき、もう40度直接飲むから、ちょっと待って、なんだ C2H5 やったな。わずかな不整脈。そんなのもわかんの。メチルによる、メチル水銀ってやつ。Wake up, Lieutenant. 起きてた。なんかご自宅だったのね。I'm going to sober you up here. やるね。Fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. あれ、これ大丈夫？急にまたあの仲が悪くなるとかね。Get the fuck out of here.完全に酔っ払ってんな。よいしょ。ハンクを浴室に捨てていく。スモーテイク。あれ、ちょっと待って。あの、行きたいところと全然行き、あの、浴室じゃないところに行きたいのに。じゃあ、全身、ちょっとぶちまけられるように浴室行きましょう。ちょっと皆さん、もしかしたら今からあのモザイクかけなくちゃいけないシーンがあるんですけど、俺はどこにも行かねえ。はいはい、もう酔っ払いほど人の言うこと聞かなくなっちゃうんだから。はい、ちゃんと支えられる。入らなくていいよ。あら、で、あれか、シャワーをシャーって流すやな。シャワーじゃなかった。ですよね。いや、この季節の直水は冷たすぎるって。脳が覚醒した。What the fuck are you doing here? どうも、コナーです。あ、そういうこと。推理からして、何も悲しくて自分のアンドロイドに、てめえの。面白いね。Lieutenant, you're not yourself. アマンダとさ、アマンダの時のコナーとさ、あのハンクとのコナー、ハンクの時のコナーとさ、全然感情が違うよね。茶化してみようか。I understand. It probably wasn't interesting. どうせつまらない事件ですし。A man found dead in a sex club downtown. お姉ちゃんのおっぱいが見れるかもしれないよ。Guess they'll have to solve the case without us. You know, probably wouldn't do me any harm guessing there. 現金な警部補。There's some clothes in the bedroom there. あいよ。I'll go get them.すぐ持ってきます。その前にさ、ちょっと体乾かしてやんないとダメなんじゃないの。タオル、ちょっとタオルをさ、大丈夫なの、この格好のままで。あと、あの付箋は一体何。こっちは違う、これは誰かの部屋か。これは NCAA やな。2038年はこういうユニフォームに変わってんだ。どっちかっていうと、あのアンドワンみたいな風に。今のユニフォームってすごいパッツンパッツンだよね。あれさ、そのなんか男子もダサいけどさ、女子もさ、なんかこう、あれ体のスタイルとかもろに出るからさ、同じ映像の繰り返しだったわ。今見てみたら、あれ体のスタイルとかが出ちゃうからさ、ねえ、なんか露骨でちょっと、まあ僕が女子だったらなんか嫌だなって思うんだけどね。まあ、そんなことよりも早くね、
寝室、寝室。なんか、読むようなものはある。特になんか調べる系はないんだね。じゃあ、持ってきましょうか。What do you want to wear? どれでもいい。うわぁ。あ、もうじゃあもう、無難にボーダーにしよう。ヒッピーとかやったらな、もうそれこそ怒られそうだからね。やっぱ変える？変えることはできなさそうやね。オッケー。でもなんかあれだね。てめえ、センスねえなとかなんか言われたりして。あ、吐き終わった後だった。よかったね、皆さん。モザイクかけずに済みそうですよ。大丈夫ですか？って。Are you alright, Lieutenant? うちの親父ね、酒豪なんですけどね、吐いたとこ見たことないな。弟はなんかしょっちゅう吐いたみたいな言ってるけど、僕は酒飲めないんでね、こういう経験もない。ちょっと待ってね、あれどうしよっかな、いいのかなあれ。まあいっか、一瞬やったしな。That's コンセント。なるほど。スクリーンでうつ病に P ・ゴルガンスキー博士による最近の研究が顔面の前にいる時間と昨今の抗うつ薬蔓延の関連性を明らかにした。起きてから寝るまでの間、我々はスクリーンを使う機器に囲まれています。当然ながらテリウム過ぎたからといって目が視覚になることはありませんが、その他の有害な症状を誘発する可能性はありますと博士が語る。症状には睡眠不足や目の突っ張りが含まれ、また一対一の交流がなくなることで感情の発育や不全やうつ病の発症に至るケースもあるという。博士の研究では3人に2人が抗うつ薬を服用しており、主な原因は社会交流の欠如だという。さらにコミュニケーションの 80% がデバイス経由で行われ、タイムコミュニケーションが減ったことで人間関係にも悪影響が及んでいるようだ。これを受けてサイバーライフ社に人々のコミュニケーション能力回復のためのカウンセラー拡張機能を同社アンドロイドに導入した。アップグレード費用は150ドルで、家族全員でグループセラピーや年齢別のアクティビティが用意されている。しかしゴルガンスキー博士は懐疑的だ。この社会はテクノロジー中毒の状態です。新たな技術を導入することは解決策になるとは思いません。それよりも外に出て人と話すべきです。それは間違いないね。愛の堕落、パートナーアンドロイドが人気、爆発的人気。性的感情的欲求を満たすことのできるアンドロイドが驚異的な成功を収め、サイバーライフは店頭の在庫維持に追われている。発売当初は無謀だと言われていたが、サイバーライフの賭けは成功したようだ。いわゆるパートナーアンドロイドはあらゆる男女に完全な交際体験を提供する。人間より優れた点も多い。家事を完璧にこなし、高級料理も作れる。性的ファンタジーも実現してくれる。今夜はダメ、頭が痛いのなんて言われることもない。あの日なのもないよね。それからサイバーライフは都市部の独身者をターゲットにしていたが、今年の記録的な離婚率を考えると、同社の想定よりもはるかに多くの人々が人間のパートナーよりもアンドロイドと暮らすことを好んでいるようだ。たださえ低い出生率にとって、これは最後の一撃になる可能性がある。アンドロイドが現代社会にとってどんな役割を果たしているのか、真剣に議論するべきが来たのかもしれないと。先のね、話に関しては、やっぱり、こう、孤独でいる時間っていうのが、長くなってしまうと、まあ、それを、まあ、特に良しとしてない人にとっては、その時間が長くなればなるほど、やっぱり、鬱になりやすくなっちゃうっていうのは、心理学で、まあ、よくわかっているみたいですね。うん。これなんか、他、ちょっとチェックできる。あ、いっぱいあるね。いっぱいあるね。とりあえず相撲と仲良くしよう。相撲取ろうぜ。ヘイ。撫でたら怒るかな。これセントバーナードかな。セントバーナードではない。共存してるから吠えないのかな。アンドロイドとその世界的に。ほら、映画ターミネーターとかだったらさ、やっぱり、ハンクはジャズを好む。なんて言うんだろう。人間とさ、機械って完全にもう敵対してるじゃないですか。だから、デトロイトソウルレコード。完全にその世界、人間と敵対をしてるから、ターミネーターと人間を見抜く手段として、あ、来ちゃった。どうだって。あ、似合ってんじゃん。なんか上パジャマっぽいけどね。ご主人様行っちゃうの？あれ、そっちから来るの？あれ、逆じゃなかった？あ、餌食ってたのね。オッケー、じゃあ行きましょう。すいません、ちょっと全然ハンクのことを知ることができなかった。ただただジャズが好きっていうことしかわからなかったんですけど、あ、終わった。ハンクを待つ間にもう2つあれだったな。しまったな。よそよそしい、よそよそしい態度。あ、茶化したから。ハンクの色をなだめる。家に入る前にいろいろできたんだ。
いろいろできたけど、いきなりハンクを見つけちゃったんだ。まるまるすっ飛ばしてたね。まあいいや。まあ2週目のお楽しみということにしておきましょうかね。はい。ちょっとね、いろいろと話してみたいなって思うネタもあったんですけど、まあとりあえず一旦この辺で終わりにしましょう。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。